僕秒針揺れる世情な世心時計塔の上にあるのは大気が毒から旋回断進むたび響く心音時間と過去を心に傷みつける火薬に溺れて罪に汚れた手食材代わりの剣を来るべき相手は誰なのだろう。あの日この手が描いた少女の肖像画愚かな思い出が狂気の始まりだった一人の 女の生み出した情な悪夢は7つの悪夢で全てを壊してしまった。だけど正しい道のりはまた消えてはいないから、ドラマティックな黒の中旅は今の 避けられぬ戦いでもあなたに刃を向けることになっても、時計塔の頂上椅子に座り微笑んでるあなたは悪魔かそれとも私の母なのか。 絶望は飽きるほど、ただ虚しい心。できることは少ないけど、この手を握りしめて、降り続いている雨が止むこと。 巨大な針の音よりも響く誰かの笑い声、もう巨人しかいない沈黙の時計塔。いつか時が経ち、この苦悩を笑える日が来たなら、この手で過去を真実の物語を。 避けられぬ戦いでもあなたに刃を向けることになっても、時計塔の頂上椅子に座り朽ち果ててるあなたは悪魔か私の母だった人か。